史上者ども死ねや。ついにやったか。サムノスケ、行くぞ。兄のごとくお慕い申し候、様の助様、お願いのことこれあり一筆申し参らせ候。稲葉山城は呪われて候、夜な夜な怪しき物のけが徘徊し候、女中近所行き方知れずに愛なり候こと相次ぎ、恐ろしきこと限りなし。噂にてはもののけは人を喰らい地の底に引きずり込み候。兄義辰に訴え候来ども、尾張との戦迫り候にて、それどころではなき有様にて候。先の父道三殿と兄義辰殿との戦にては、様之助様とは敵味方に分かれざるを得ず候。数年の月日が経ち候来ども、雪が御頼りにし申し上げ候は、幼なじみにていとこの様之助様お一人のみにて候。この文がお手元に届き候来は、是非に雪を助けに参らせ候。雪は一日先週の思いでお待ち申し上げ候。永禄三年8月20日、
ユキ、サマノスケ様、マイル。こちらです、サマノスケ殿。姫様を本丸に連れ去ったとしたら、道は二つしか考えられません。今は使われていない客曲がりと、もしくは北側の大手す。楓、俺は北に行く。お前は向こうから回ってくれ。わかったわ。雪姫、サマノスケ、よかった、やっぱり来てくれたのですね。サマノスケがこの城を去ってから心細くて、私サマノスケ。今の汝では幻魔を制すことかなわぬ。汝のために我らの力を授けよう。我ら祭司鬼の一族、サマノスケ、幻魔を倒し魂をその小手に封じよ。これはサマノスケ、幻魔を滅ぼすのだ。俺に化け物の力をくれるっていうわけか。この小手で腕が引きちぎれるまで戦えって。
来い。化け物、早く閉めろ。中に人が。諦めろ。ここ開けろ。化け物は俺が倒した。どうするよ、倒したって。お前ら悪い、本当に申し訳ない。お前たち一体どうしたんだ。あいつらどこからともなく現れて襲いかかってきやがった。この分だと本丸も敵に襲われてるかもしれません。本丸はこの先か。はい、そこから伸びる林道が本丸への近道です。わかった。
しつこいぞ、虫けら。雪姫はどこだ。ちょうどいい。腹が減っていたところだ。お前を食ってやる。そこを動くな。今度はお前がネズミの餌になりやがれ。美しい、血が滴る。こいつも私の手にかかれば。なんだこの匂いは。誰だそこにいるのは。なんだ人間か。てめえのゲームか。大した口の利きようだ。お前のような威勢のいい奴に会うのは信長以来だな。信長？いい方を教えてやろう。桶狭間で死んだ織田信長を蘇らせたのはこの私だ。信長は我ら玄馬と契約を結んだ。未来永劫玄馬に尽くすとな。あ、そうだ、ついさっきできたばかりの新しい息子を見せてやろう。いけねガルド。そいつの腹をかっさばき、舌たぶちを好きなだけ飲むがいI'm sorry.
おい、何をしている？待て。誰だお前は。それに今の小僧は。お主こそ斎藤家では見かけない顔だな。お主ひょっとして明智様之助殿では。やはり。いや、こんなところでお会いできるとは。拙者、織田家家臣、木下藤吉郎でござる。この男こそ、後に天下を取る太閤豊臣秀吉である。織田家の者がなぜこの稲葉山城に。そんなことより、様之助殿、お主、織田家に仕える気はござらんか。お主ほどの男なら、我が殿も喜んで迎えられよう。断る。自由気ままに生きるのが俺の生き方だ。まあよい、拙者は諦めませんぞ。では。様之助、この子に用があったんじゃないの？小僧。いやだ、お前もさっきの侍みたいにオイラに乱暴するに決まってるんだ。こんなことはしない。小僧、名前は？夢丸。夢丸か。さっきはなぜ捕まりそうになっていたんだ？知らないよ、そんなの。じゃあここで何をしているんだ？楓。ゆみまろ頼む。俺は雪見を追う。わかったわ。Thank you.